はい、皆さんこんにちは。いつも動画ご視聴ありがとうございます、ジャッカルフィールドスタッフ、四国九州の川のプロガイドの高さんこと赤松義孝です。はい、今日はね、これからの時期釣りに釣れてるよ、この闇フィッシュ3インチのタックルセッティングについてのお話をしたいと思います。まあ連日ガイドの方でもね、めちゃめちゃ爆調してます。まあ爆調してるんですけど、もう結構食われるけど、あのバラシとかね結構多いんで、やっぱこうタックルセッティングをちゃんとお話しした方がいいと思いまして、今回動画にさせてもらいます。はい、まずフックのセレクト。はい、フック選びものすごく重要です。基本的にはこのオフセットノーシンカー使います。オフセット10使うんですけど、ヤミーフィッシュ3インチ、見ての通り結構ボリュームあります。でスピニングタックル使うことで、フッキングのパワーっていうのがどうしても伝わりにくいんで、これだけのねボリュームのあるワーム、オフセットシンカー、オフセットフック、バスの口にフッキング決めようと思うと、やっぱね太軸の針じゃかかんないんですよ。でもう絶対的にこの選んでほしいのが、このナローゲープで、しかも細軸で、しかもコーティングされてるフックっていうのを選んでもらうのがいいと思います。こちら空っぽになっちゃってますけど、リュウギさんのダブル H10、 これ使ってます。まあ、この針に変えてから本当ねバラシが極端に減って、食ったやつは確実にかけてるって感じです。はい、で次がラインです。ライン、これはもうフロロの4ポンド、レッドスプール4ポンド、もうこれで決まりです。なんでレッドスプールか、めちゃめちゃしなやかで強い。でなぜしなやかなフロロがいいかというと、このヤミーフィッシュ今狙ってるのは基本的にはこの水平ホールで狙ってます。ナチュラルな水平ホールで、このヤミーフィッシュの特徴、このボディが若干三角なんですよ。これなんで三角かというと、この水平にホールするときにこう微妙にこうロールしながら落ちていくんですよね。このアクションがすごく効いてて、まあ、このアクションをしっかり出すためにはもうこのフロロの4というのが絶対必要です。はい、でこれね結構PE セッティングのお客さんとかね、ベイトフィネスでも投げれるんで、まあ、全然ベイトフィネスで8ポンドとかもうそれでも全然いいんですけど、どうしてもデメリットメリットってあって、 PE を使った場合、風とかね流れにやっぱラインがね引っ張られるんですよ、ピューってね。そしたらせっかくこう綺麗にこうアクション出てこう落ちてるのが、突然こうピューっといらない方向に動いたり、変な違和感として出ちゃうんですよ。まあ、その瞬間にバスがもう見切って食わなくなったりもよくあるんで、なるべくね一番水になじませやすいフロロの4ポンド、とにかく違和感なく水平にフォローさせていくっていうのが肝となります。はい、これもベイトフィネスでやるときも同じで、ライン太くするとラインが太い分、ラインの重さでヤミーフィッシュが不自然に引っ張られるんで、その瞬間バスが来るのやめるので、なるべく4から5ポンドのフローで強くてしなやかレッドスプールをおすすめいたします。はい、次に、ロッドです。ロッド、ちなみに今日おかっぱりで釣ってきてます。はい、まあ、とりあえずそのおかっぱりの動画見てから竿の説明をしたいと思います。はい、はい、ヤミーボールです。オフセットフック10リュウギのダブル H。 はい、竿が BPM の66の L にしてみました。ね、フッキングパワーしっかりつきは伝わるんでおすすめ。ただドラグセッティングはめっちゃシビアにやらないと竿のパワーあるからちょっと一回もいっちゃうので、お気をつけください。ヤミない。今グリパン、そしてフォール、うん、
か巻いても取れんことはないけど、ちょっとやっぱリスク高いね。どう？これ運発や。これはちょっと増しちゃうかい。これでドラグを緩めて、ちょっと緩めすぎた。あ、でかいぞ。はい、おきにでかい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 、うわーごがっつり、ヤーミーさん、うわーごがっつり、やばないっすか、でかい、ヤーミー3インチ、グリパンフィッシュ、もう水の色とボトムの色に同調するから、もう一番馴染ませるのが一番。いや、これめちゃめちゃいい魚、ナチュラルボールね、ロールの効いたコンコンって気持ちいい。はい、でヤミーフィッシュ、本当にこのナチュラルにロールしながら水平ホールする、これが一番肝になってて、とにかくキャストしたらこの張らず緩めずだるーく待つ、ホールでしっかり待つ、こう張りすぎると絶対食わないんで、糸が漂うぐらいの感じで、これでも全然当たり出るん で着底したらと思ったら軽くテンションを取って軽く効いてみる、つるびいてみる、食ってないなと思ったら軽く上げてまた落とすみたいな、この繰り返しで、あとはいそうなところをどんどんもう足で稼いで、キャスト数を稼いで狙っていくと、いれば食います。とにかく次から次へとキャストして沈めて待つ、それの繰り返しで確実にバスがキャッチできると思います。もう同じところで粘らない、これも大事なことです。いいよ、やめて、いいよ、よっしゃよっしゃ、あら、でっかい、はい、これ来たー、ドン、4パチぐらい、うわ、ヤミーフィッシュ、このフッキングね、上顎にスパンと。ロットが今日はだから66の L ライトアクション、ライトアクションでドラグはもう近距離なんで緩めの設定、もうほんとジャーってジャーって、もうひたすらあとは巻き合わせ巻き続ける感じで、あとはもう手前に石がいっぱいあるんで
それ以上無理をしない、上手にバスの突進が止まるだけのパワーをかけながらやり取りするとキャッチできます。よれ、はい、イエイ、はい、ということで今日のおかっぱりは BPM だと 66L、ライトアクション、ライトアクション結構パワーのある竿を使いました。まあ、なんでこれ使ったかってちゃんと理由があって、おかっぱりの場合足元にでっかい石があったり、まあ、あとテトラがあったり、まあ、バスに突っ込まれた時にある程度竿にパワーがないとバスの突進でそこに潜られると一瞬でラインブレイクしちゃいます。ということである程度バスの突っ込みを止められるだけのパワーがある竿を使うのがいいと思います。ただ注意してほしいのがドラグ、これがすごく重要です。 66L で、まあ、パワーのあるロッドです。グッとグッとパワーがあるんでフッキングは決まります。ただ、ロングアプローチする場合は気をつけてほしいのはドラグを緩めすぎないこと、まあ、ある程度ドラグを締めた状態で最初にしっかりとフッキングしないと刺さりません。はい、ガイド中はね結構ロングアプローチで狙っていくんですけど、やっぱロングアプローチでスピニングでライトライン使ってるんで距離が遠いとねフッキングパワーってほんと伝わんないんで、とにかくロングで狙うときはしっかりドラグを最初締めといてください。ロングアプローチするときに最初からこのゆるゆるだとフッキングパワー絶対伝わんないんで、最初はもう締めといて、ある程度締めといて、でフッキングしたらファイト中に緩めていくと思います。近距離の場合は緩め気味で、ロングの時は締めといて途中でドラグ設定していく、これがもう絶対です。はいはい、っていうことで、ヤミーフィッシュ3インチ、もうと多分これから4月、5月、6月、7月ずっと釣れます。めっちゃ釣れます。なんで、まあ、この動画を参考にしてね、せっかく食ったのにバラしたとか切られたとかいうのがないように、あと1本あと2本確実に取るためにぜひおすすめのセッティングを試してみてください。はい、ということで本日の動画のご視聴ありがとうございました。